はい、どうも、Bレジェンド鍵谷です。ですね、先日スポルテック2018ね、動画の方でもお届けしたんですけれども、あの中でやっていたウェルネスフードアワード2018っていうのがあったんですね。ウェルネスフードアワード2018、まあ、これ何かというと、まあ、要はいいサプリメントを紹介しようということで、まあ、我々はこのスポーツ部門でですね、出展をしておったんですけれども、これですね、スポーツフード部門ですね。で、実はこれね、5種類ここに載ってるんですけど、まあ、これ以外にもたくさん出ていて、最終選考に残ったのがこの5種類だったんですね。で、この5種類の中で、まあ、我々、Bレジェンド、これ結局いくつだったかな、なんかね、数十商品、ちょっと数はっきり忘れたんですけど、かなりの数が出てました。で、その中で、まあ、トップ5に選ばれて、で、最終的に銀賞、準優勝だったんですけどね、銀賞をいただくことができました。こういう形で賞状もいただいてきました。はい。で、まあ、今回第1回ということで、まあ、何がいいのかわからなかったんですけれども、まあ、とにかく Bレジェンドという製品をですね、このウェルネスフードアワード2018に、まあ、出させていただいて、まあ、本当に、すごく大きな会社さんからもう有名な企業さんまでたくさん出ててですね、まあ、この中でちゃんと入賞できるのかなと思ってて、まあ、トップ5に入って喜んでて、一旦ちょっと胸をね、撫で下ろしてたんですけれども、まあ、最終的に、まあ、優勝はね、金賞は取れなかったんですけれども、まあ、惜しくも銀賞ということで、まあ、そんだけね、数ある製品群の中でですね、まあ、準優勝いただいたっていうのは本当にありがたいなと思います。まあ、今までまあモンドセレクションや ITQI、 こういった公共のね、パブリックな選定基準の中でね、高いご評価をいただいたっていうこともありがたいなと思いますし、まあ、こうやって今回ね、ウェルネスフードアワードいただいたということでですね、まあ、これも一つね、大きな自信につながるなと感じております。でね、まあ、何が今回、まあ、何のお知らせかというと、まあ、ウェルネスフードアワード2018銀賞を取りましたっていうこともあるんですけれども、やっぱりね、せっかくこういう受賞したわけですから、やっぱキャンペーンを行いたいなと思ってね。で、ウェルネスフードアワード2018銀賞受賞キャンペーンをですね、行いたいなと考えております。日にちはですね、8月10日朝10時からですね、行うんですけれども、実はね、このスポルテックの会場で、まあ、くじ引きとかねやってて、まあ、そういうところで、あと SNS とかね投稿してくれた人とかにこう差し上げてたんですけど、このメモ帳、 Bレジェンドのメモ帳があるんですけれども、これをね、先着1万名様、1万受注ですね、1注文ごとに1つ差し上げます。先着1万名様、8月10日の朝10時から先着1万件ですね。で、なくなり次第終了となりますので、ぜひですね、皆さん、まあ、この機会に、Bレジェンドをお申し込みいただければと思います。で、オイスイカとハチミツレモンも確かにもうちょびっと残ってたと思うので、そちらもね、もし、まあ、まだお買い求めいただいてない方はですね、この機会にお申し込みいただければと思います。はい、ということで、ウェルネスフードアワード2018銀賞受賞記念ということでですね、こちらメモ帳先着1万名様プレゼントを8月10日朝10時からスタートいたしますので、ぜひね、ちょっとなんか際どいところでね、なんか59分とかで申し込むとかなっちゃうと、やっぱり蓋開けると、実は時間まだだったとかね、なんかシステムの不具合とかっていうのもあるかもしれないので、まあ、そんなね、1分1秒でなくなることはまずないと思うので、ちょっと落ち着いてご注文いただければと思います。はい、まあ、ただね、1万、件、先着ですので、そちらはお急ぎいただければと思います。はい、ということで、今回はウェルネスフードアワード銀賞受賞キャンペーンのお知らせでした。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。